それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。詩編23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。以上です。この箇所から滝本先生より詩編23編という題で御言葉を取り継いでいただきます。こうして私たちの教会で滝本平久先生ご夫妻がもう何度か奉仕はしてくださっていると思いますけど、僕も本当に嬉しいですね。昔一緒に奉仕をさせてもらった、いつからって言ったら高校、僕が高校3年生の時から、彼は高校2年生でした。本当に新城という愛知県のね、山奥って言っていいと思うんです。周りを見渡したら山しかないっていう、僕京都出身です。京都はまだね盆地ですから、大阪方面に開けてるんですが、その開けてるところが見えない、全部山、そんな神様の作られた大自然なんですが、そこには日本の古い風習がいっぱいある、偶像礼拝がいっぱいある、そんな中で、お父さんである滝本明先生は戦いを持ってこられました。そんな中で、家族が全員クリスチャン、彼らは8人兄弟、1人はもう3ヶ月で天に召された、実際7人、男5人、女2人っていう兄弟ですね。全員主に仕えておられます。その教会の向かいが、何人でしたっけ、12人ですよ。でそのまた隣が5人とか6人とか、4家族で日本の平均的な教会の人数をカバーしてしまってる、すごい教会ですね。人が頑張っても集まらないときは自分たちで増やせって、それをそうって励ましを受けたのが中林先生ご夫妻ですね。すごいと思います。皆さんこれから IJCC は人数増えてきますよ。そんな本当に長い付き合い、嬉しいのは平久先生がね、僕のことを親友と呼んでくださるのね、それは僕も本当に光栄だと思っています。そんな二人が、本当に主に用いられていること、今日も素晴らしい、奉仕をしてくださることを感謝します。じゃあよろしくお願いします。ハレルヤ、感謝します。今日は皆さんと共に、神様を礼拝できること本当に心から感謝します。早速ですが詩を賛美して、いきたいと思いますけども、勇気を出してって歌から、歌いたいと思います。これは2007年のハワイリバイバルミッションのテーマ曲でしたけども、ご一緒に賛美しましょう。打ち寄せる波のように風に揺れる花のように、イエスの愛いつでも君のそばに、勇気を出して勇気を出して歩き始めよう。
を愛するイエスがいるから、勇気を出して歩き始めよう。君と一緒にイエスがいるから。疲れたこの街、疲れたこの街が揺れ動き、目を覚ます、目を覚ます、立ち上がろう、人立ち上がろう、もう一度イエスの愛を受けて、荒れ果てた世界、荒れ果てた世界に注がれるイエスの愛、イエスの愛降り注ぐ雨のよう、Jesus will love you always. He'll never leave you. Encourage us, be strong to take a step of faith and be brave. For Jesus will love you always. He'll never leave you. You're a step. You can keep on dashing. しゅわたしの声に耳を傾け、しゅわたしの願いを聞き取ってくださる。祈りは聞かれる、叫び続けよう。祈りは聞かれる、それは必ず起こる。主を信じ全てを委ねて、必ず起こる、遅れることはない。主は私の声に耳を傾け、主は私の願いを聞き遂げてくださる。祈りは聞かれる、叫び続けよう。祈りは聞かれる、それは必ず起こる。主を信じ続けよう。全てを委ねて、必ず起こる、遅れることは主を信じ、主を信じ続けよう。全てを委ねて、Love you in here.
整え油を注がれ
日の限り、慈しみと恵みとが私を覆ってくるでしょう。いつまでも主の家に、いつまでも住まいます。まことに命の日の限り、慈しみと恵みとが私を覆ってくるでしょう。いつまでも主の家に、いつまでも住まいます。いつまでも主の家に、いつまでも住まいます。ハレリア、主の御名を心から崇めます。代わり番号ではなくて同時でよろしいですか。はい、今日こうして IJCC に来て愛する皆さんとまた主を賛美できることをとっても心から感謝しています。冬木先生ファミリー、中林先生ファミリー、そして家族の皆さん、私たち勝手に家族だと思っています。本当に皆さんの温かい笑顔と神様を思う気持ちの中で、こうして IJCC で本当に礼拝を持てること、また一つ一つのプログラムの中にも主が共にいてくださって、皆様と共に喜び合えていることを感謝しています。高橋さんが、私たちまるでハネムーンみたいですよね。本当に素敵なこの衣装を作っていただいて大感激して来ています。この中にも皆さんの愛も詰まってるんだなと思いますし、お一人お一人からもこの1週間にもいっぱいの愛を受けて、私たちにできることは、本当に私たちにしてくれたことは神様にしてくださったことなので、本当にお一人お一人を祝してくださいって、とっても田舎の町から皆さんのためにお祈りしています。初めてざわめきを聞いた方はなんだって思ったかもしれません。私たち詩と歌が降ってきて、本当にこの賛美という中に力があると信じて、いろいろなところで歌を歌っています。本当に神様は賛美の中で力を表してくださって、日本では刑務所だったり、また地震の後の仮設住宅だったり、また世界に行った時は多くのストリートチルドレンや、また親に売られてしまった子どもたちの前でこういう歌を歌います。その歌った時に、神様が本当にどんなに絶望の淵にいる人も賛美の中では変えてくださるということを何度も目の当たりにしてきました。賛美して最初はどこの場所でも、本当に皆さんこんな理不尽な人生があるのかっていう現状ばかり、どこの国に行ってもどこの場所でも本当にいろんなことがあります。なので初め歌い出しても結構目が合わないんですね。でも歌っていくうちにだんだん目が合うようになって、目が合うようになったら今度笑ってくれるようになって、笑ってくれたかと思ったら今度口ずさんでくれて、最後は一緒に踊ってくれたり、ハグして別れるようになったりっていうことの中に、私は国も言葉も超えて神様は本当に愛を表してくださるっていうことを信じ続けています。ハワイはまず一つ感動していることは、蛇がいないことに私は感動してます。いや、これすごいことだなと思って、そしてあと虹がやっぱり出る、やっぱり虹って契約の印なんですね。まあ、今違う現実では虹を違うマークにしてたりしますが、根本的に虹はイエス様の契約の印、約束の印なんですね。それが毎回出るっていうのも感動だなと思います。あと朝のバイブルスタディに出たら、90歳である方が亡くなった、ハワイでは90で死ぬっていうのは早いんです、若いんですって聞いて、ああまさに聖書だなと思いました。聖書に100歳で死ぬ者は若かったとされっていう言葉があるんですね。でもハワイはそれが現実に起こっている。いや、これは IJCC と、そして皆さん、
本当に皆さんを通してこのハワイの地で神様は現実的な祝福をいっぱいくださると私たちは固く信じてます。本当にこの場にこれからも現実的に素晴らしい街道も備えられ、皆さんの家庭も祝福され、夫婦もどうして IJCC のカップルはあんなにいつも仲良しなの、子供たちもなんで祝福されてるのって、本当にそんなことがさらにさらにこれから起こっていくと思います。もしかしたら今今日来られている方の中にはそんなこと言っても私の人生今すごく大変、壁があるの、今どん底なのって思っておられるかもしれません。でも私本気です。イエス様の名前には力があるので、イエス様って祈ってみてください。クリスチャンでない方も騙されたと思って、イエス様あなたが神様なら僕の私の祈り聞いてくださいって言ってみてください。神様なら何か不思議なことが起こります。そして本当に祈れないっていう時はどうぞ賛美してください。賛美の中に主が共にいてくださるので、本当にその賛美の中でさっきまでシュンってなってたのに賛美してくるうちにだんだん力が与えられるっていうことが起こると思ってます。本当に次に会える時、前回はテルミクラブで来たのでずいぶん IJCC にもご迷惑をおかけしたんですね。私たちギリギリで今回無事に来てますけど、本当に大好きな家族に無事にまた会いに行きたいですし、皆さんの素晴らしい報告を楽しみにしていますので、共にイエス様の名を掲げて賛美をしていきたいと思います。風に助けられてという賛美がCD ができました。今までざんめきは皆さんと一緒に歌いましょうという歌が多かったんですが、最近そういう刑務所だったり病院だったり老人施設で歌うことが多いときに神様の愛を聞いていただくという CD が出来上がりました。風に助けられてという歌です。一歩一歩今もこういう話しましたけど、いろんなことがあるときに急に大きなビジョンを立てるのではなくて、あなたにできる一歩一歩を始めたときに神様が風のように助けてくださり道を示してくださるという歌なので、メッセージ前に風に助けられて聞いてください。この坂を登れば海が見える、息を切らせてあと少し諦めずに、流れる白い雲はゆっくりと水平線の向こうまで君を連れて行く、一歩一歩歩けばいい、風に助けられて、これが道だ、これに愛だと囁く声に聞いて、誰よりも自分が信じられない、扉の向こうに歩き出す勇気欲しくて、失敗と失望しゃがみ込んでいる君に優しく手を伸べる、一歩一歩歩けばいい、風に助けられて、これが道だ、これに愛でと囁く声に聞いて、一歩一歩歩けばいい、風に助けられて、これが道だ、これに愛でと囁く声に聞いて、
ささやく声に聞いて、どうもありがとうございます。私たち2年ぶりにこの IJCC にまた来ることができて本当に嬉しく思ってます。この2年間いろんなことありました。実はですね2年前に来て、その時テルミクラブ大事件があって、でも祝福された恵みの皆さんの愛をいっぱい受けた時だったんですけど、そして帰ったんですね。帰った次の日、明くる日に私自分の教会で仕事してまして、ちょっと一つの塀を飛び越えて向こうに行こうと思ったんですね。若いつもりでいたので、いるので塀をひょいっと飛び越えたんですね。そしたら着地したところにこれぐらい の段差があって、こうやってちょっ と転んじゃったんですよ。その瞬間パキッて言ったんですね。あ、やばいことしちゃったな、めんどくさいことになったなと思ったら、なんとこのジョーンズ骨折っていう骨折っちゃったんですよ。2年前の出来事なんですけど、骨折ってしまって、いや若いって素敵だなと思いながらですね、本当にえらいことになってしまったな。でもそれからいろんなところに神様導いてくださって、それからすぐにですねスペインに行ったんですね。スペインに行くときはロシア、経由で行ったんですけど、ロシアの空港がすごく広かったんですね。その中でこう足を引きずりながらですね行って、そしてロシアじゃないスペインに行ってからも、その中から始まったんですけど、でも神様を助けてくださって守ってくださって、その後、ドイツに行ったり、カンボジアに行ったり、タイに行ったり、そしてネパールに行ったり、インドに行ったりって、そんないろんなことがございました。でも神様はその一つ一つの戦いの中で弱さの中に働いてくださって、本当に大きな主の祝福と恵みの中でここまで導かれてきたこと、本当に心から感謝しています。今日は主は私の羊飼いっていう御言葉をテーマにさせていただきましたけども、私たち一人一人の羊飼いである主イエス様と共に歩むときに神様の栄光が表されることをもう一度確認していきたいと思ってます。それはインドに行った時の出来事なんですけども、標高2000メートルのところまで行って、そこで賛美したんですね。そしてそこからもう1000メートル歩いて上がったんですね。そこで一生懸命お祈りしました。特に一つの宗教のルーツにあたるところだったので、そこにサタンの力が打ち破られるようにって祈るとともに一生懸命賛美したんですね。今回のハワイツアーの一つのテーマであるんですけど、全被造物が主を賛美するように、そんな思いで賛美して山に上がりました。そしたらですね、素晴らしい光景に出会ったんですね。これが山の上の写真なんですけども、一つの山の上のところでここで賛美しました。賛美し終わったらですね、どこからともなく羊たちが現れたんですね。もうリアルハイジの世界でした。本当にもうびっくりして、いやイエス様素晴らしいなって、祈りの答えくださったなっていう、そんなこんな映像だったんですけど、これから そしてインドの働きを終えて家に帰って、私教会でですね礼拝のメッセージの順番でしたので、この時与えられたこの光景とともに主は私の羊飼いっていう御言葉が与えられてたので、そうだ、その御言葉の準備しようと思ってコンピューターの前に座ったんですね。そしたら突然神様が例のごとく賛美は天から降ってくるんですけど、突然賛美をくださったんですよ。それが先ほどご紹介した主は私の羊飼いっていう賛美でした。神様は時と場所を選ばれなくてこう突然くださるんですね。でも私としては礼拝のメッセージの準備してるのに、イエス様今ですかっていう感じだったんですよ。でもイエス様は今だとおっしゃったので、そのコンピューター閉じて、私すぐにギター持ったんですね。そして先ほどの歌を歌いました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。ほんの5分後には先ほどの歌を普通に歌ってました。いや神様のくださることって素晴らしい大きな恵みだなと思ったんですけども、羊飼いであられるイエス様が私たちと共に歩んでくださる。しかも
今の時代は誰もが認める終わりの時代の真っ只中にあり、さまざまな戦いの現場に皆さんそれぞれ立たされておられると思うんですね。そんな中でやっぱりリバイバル、私たち心から求めてますけども、リバイバルは戦いだと信じています。でもこれ以上戦うの辛いじゃないっていうような中にいらっしゃる方もたくさんいると思うんですね。リバイバルは戦いだから戦い続けて、そのサタンの力を打ち破らなきゃって、分かってはいるけど、これ以上戦うのっていうような、そんな気持ちになる時もあるかもしれないですけど、でもその中で主が語ってくださったのは、私があなたの羊飼いで、私があなたを守り、そして導くよと主は語ってくださっていると信じています。もう一つですね、海外に行った証しがあるんですけど、ペルーに行ったんですね。ペルーという地に行っての賛美の働きで、特にリマから4時間ぐらい車で行ったところがワッチョっていうところなんですけど、そこは本当に田舎なんですけども、なんと全国だから全世界から魔女が集まるっていう、全国魔女大会が開かれるっていう、そういう場所なんですよ。そしてそのところに、その横にはカラルっていう場所があって、南米の土台を築いたっていうカラル文明、エジプト文明と同じ時代のものらしいんですけど、南米全体の土台を築いたっていう場所があって、その地域での働きだったんですね。だからその地域で賛美するっていうことが、もう南米全体が変えられることで、その町が変えられることだと思って、私たち行って賛美しました。いろんなところで賛美したんですけど、いろんな集会もしましたけど、ざわめきですね、よく流しのようにいろんな家を回って賛美すること多いんですよ。ネパールならネパールの家々を回って歌うんですけど、ペルーでも同じように家々を巡って回りました。これから行くよっていう、ここはなんとか電気は通ってるんですけど、そういった家に突然入っていって、私たち日本から来ました、歌っていいですかって言うと、いいですよって言ってくださるので歌うんですね。でも歌の中で皆さんすごく変わるんですよ。この写真の中にいる右端のおじいちゃんも、漏れることなく礼拝師の方なんですけど、でも歌の中で彼らが変わるっていう姿を見るんですね。このおじいちゃん、この私の前に3人ぐらいいたんですけど、真っ昼間からみんなお酒飲んで、思いっきり出来上がっちゃってる感じなんですよ。それででも彼らが歌の中で変えられていくっていう姿をいっぱいいました。そして突然ですね、学校で来て歌ってくれって言われて、全ての教室に授業中であるのにもかかわらず歌わせてくださったんですよ。いや、神様って不思議なことされるなっていう、そんな体験をしたんですね。そしてそうこうしているうちに、その町の真ん中に一つの山があったので、あの山の上に登って賛美しようって私は思ったんですね。神様がそこで歌いなさいとおっしゃっていることをすごく感じたので、その山の上で、そのワッチョの町がこう一望できるところで神様を賛美しました。もう本当にその町の、で捧げられる悪しき礼拝が打ち滅ぼされて、神様の祝福が注がれるように。しかもこの山の上っていうのは、毎週金曜日にその霊能者たち、魔女たちが集まって、鶏とか殺して生贄を捧げながら礼拝するっていう、そういった場所なんですね。だからそこの悪しき力が砕かれるように一生懸命賛美して、すごく貧しいところで、ライフラインがここは電気だけ、なんとか届いてるんですけど、ただこういった山には、貧しい地域から来た人たちがそこに自分で勝手に家建てて、10年住むとそこが自分の家になる、自分の土地になるっていう、そういうなんか不思議な法律があるんですね。だからみんな来て勝手にどんどん建てるんですよ。そういったところ上がっていきました。そして途中お祈りしたりしていくと、山の上になんと十字架が立ってるんですけど、これは偽物の十字架っていうか、偽りの十字架で、カトリックの十字架なんですね。だからこの偶像礼拝がなされて、オカルト行為がなされている、そんなところでした。でもそこでの賛美すごく祝福されて、いや本当に神様がこのその国の土台に対しての働きを進めておられるなっていうのをすごく強く感じたんですね。そんなことがあって、そんな祝福のうちに終わって、下山しました。私が一番最初にこの下山して降りていったんですけど、下山して降りていって、
この貧しい地域にまた再びですね差し掛かったんですね。そしたらどこからともなく一匹のワンちゃんがですね、ちっちゃなワンちゃんがワン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 って来たんですよ。私はあまり犬得意じゃないんですね。でも嫌いじゃないんですけど得意じゃないので、まあ、その気持ち彼らに通じるのかどうなのか分からないけど、あうるさいなと思いながらこう歩いてたんですね。そしたら今度は左手から、最初はちっちゃな犬だったのがこれぐらいの大きな犬がワーンってすごく猛烈に吠えながら私に向かってくるなりここがガブってきたんですよ。そして私の高級ブランドユニクロのズボンがですねバリッて破れたんですよ。もう頭にきちゃってこの野郎って私ですねファイティングポーズになったんですね。そして何するんだっつって蹴飛ばしたらですねキャン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 つって、まあ、彼は逃げていったんですよ。そしてですねその横で私の娘がちょうど一緒にいて犬に噛まれたって言うんで携帯で調べ始めたら狂犬病っていうのが出るんですね。もしもその犬が狂犬病に侵されていた犬だと噛まれると噛まれた人 100% 死ぬんですね。お父さん大変なことよ。それで、まあ、その犬がですねどんな犬かっていうと実はこの犬なんですよ。なんてことない可愛い犬なんですよこの犬にやられてしまってですねこの野郎と思いながらですねただもう病院行かなきゃって言われて、私実は病院全然行かない人間で骨折っても病院行かなかったんですよ。それで昔から父母はですねお金がないこともあったんですけど病院に行くっていう育てられ方しなかったんですね。頭切ってもお祈りしてなんか昔赤チンっていうのあったんで赤チンつけてそれでよしもうそういう生き方ずっと、まあ、滝本平君本当にそういう生き方してるんですよ。薬は飲まない病院は行かない。そうしたらでもこれワクチン打たなきゃ絶対ダメだって言われて、ちょうどこのミッションの時には2人の医者が同行してたんですね。それで滝本平君犬に噛まれたっていう情報を流したら彼ら顔面蒼白なんですよ。もう手の施しようがありませんって言われたんですねそれでただちょこっとかすっただけなので私的にはこれつばつけておしまいだと思ってたんですよ。だけどそうはいかなかったらしくてですね、だから病院行けって言われて病院に行ったんですね。その時の映像がこれなんですよ。なんと車椅子ですよ。何のことない座る椅子がなくてこの車椅子に乗っただけっていうことなんですけど、そうしてですねワクチン打とうか打たないかとか言ってて医者はいいんですけど、ちょうど一緒に行った看護師が打っちゃいましょうしてパスッと打たれたんですね。私40年ぶりの注射でした。そんなことがあったんですけど、その横で宣教師がこの人日本から来た歌手だとか言い出したんですよ。私は歌手でもなんでもないのに歌手だとか言い出したら看護師たちみんな歌ってって言うんですよ。で家内はですね待合室にいたんですけど、宣教師の方が紀子さん急いで来てくださいって言われたんですよ。私がきっともう大変なことになっちゃってるのかなと思ったら来て何なのかなと思ったら歌ってくださいって結局みんなの前で歌ったんですよ。そしたら皆さん喜んでくださってブラボーとか言ってくださってみんなこうムービーでこう撮り始めるしですね、まあ、この看護師さんたちほとんどがクリスチャンじゃないんですね。だからここで歌うことはすごく意味があるとか言ってすごく皆さんですね興奮し始めて、ここだけじゃなくて緊急の処置室でも歌ってって言われてですね、そこに交通事故でバイクで転んだお兄ちゃんがいるからそこ行って歌ってくれって言われてそこで歌ったんですよ。そしてしかも歌うだけじゃなくて神様生きてるけど悪魔も生きてる話してほしいって言うんですよ分かりましたっすね、悪魔生きてるから悪霊礼拝だと地獄に行っちゃうから大変なことだからイエス様信じてって話して、こんな笑顔で聞いてくださってるんですよ。いや神様って不思議なことをなされて全てのことを益とされる方なんですけど、まあこのこやつにやられたここから始まってですねなんとまあ福音宣教の扉が医療ミッションに行ったのにもかかわらず逆医療ミッションになっちゃったんですけど、でもそこで福音を語るっていう種の祝福があったんですけど、実はこの中ですごく私大きなことを教えられたんですね。それは何かっていうとペルーっていうのは語源を聞くとですねペロだっていうんですね。ペロってスペイン語で何かっていうと犬なんですって、ペロって
私たちの戦いは本当にこのリバイバルの戦い、皆さんそれぞれの戦いは今この終わりの時代に神様に選ばれたクリスチャンとして立てられたお一人一人っていうのは、本当に神様に立てられたお一人お一人の戦いっていうのは、そのまあその現場だけじゃなくて、それぞれの土台そのものを勝ち取るための働きを主は託しておられるんじゃないかなってすごく思うんですね。まあそんなことがあってですね、これはペロ、まあペルっていうのがペロから来てるっていうから、結局神様はそれぞれの国の土台を勝ち取るために使わしてるんだよってことを主は教えてくださったんだって、すごく強く神様に教えられたんですね。あの犬に噛みつかれてですね、ホテルに戻って、私何気にこう聖書を開いた御言葉はこんな御言葉だったんですよ。どうか犬に気をつけてくださいってここでイエス様はそうおっしゃるかっていう、ただまあこれは悪い働き人に気をつけてくださいっていうことなんですけど、それぞれの土台を勝ち取るためには、まあ、それぞれ皆さんが主が使わせてくださる場所がありますけど、やっぱりいろんな主の働きを妨げるサタンの働きっていうのがあるんですね。だから悪い働き人に気をつけて主は戦いなさいっておっしゃっておられると思うんですけども、そこでやっと今日の主題に入りますけども、主は私たちの羊飼い、私たち一人一人を導いてくださって、私たちに愛を持って支えてくださるお方なんですね。激しい主の戦い、土台をも勝ち取るほどの戦いなので、やっぱりすごく激しい戦いがこの終わりの時代の最後の戦いっていうのは、もうサタンとこうガチの戦いっていうのが用意されているので、それが皆さんの、ビジネスの中かもしれないし、また家庭の夫婦の中の人間関係のことかもしれないですけど、それぞれの土台を勝ち取ること、ことがこれからのリバイバルのためにすごく大きく、私は働くから私はあなたを守るよって導いておられるお方が私たちの羊飼いであるイエス様なんですね。だからその方と共に本当に歩むことの大切さということをすごく今強く教えられています。このですね、ここですね、4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。死の影の谷を歩くような激しい戦いっていうのがたくさんあるわけですけど、でもそんな中でイエス様おっしゃるのは、あなたが私、まあ、主が私たちと共に言ってくださるんですけど、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。死の影で苦しんでどうにもならないような時にイエス様現れて、鞭持ってお前何してんだってこうやられるのかなって、私ちょっとだけそう思ってたんですけど、そうじゃないんですよ。これはイエス様ご自身がその敵に対して、その鞭っていうのは言語を見ると棒だって書かれてましたけど、その棒で狼だとかそういった危ない獣が来た時に、私たちを守るためにイエス様が来て戦ってくださるっていうのが、これがここで語られていることですので、これからの死の戦い、土台そのものを勝ち取るような死の技をこの終わりの時代になさっておられると信じています。本当にもういつイエス様帰ってきてもおかしくないほどに、もう世界がもう乱れて、土台そのものがいい意味での土台がもう崩れてしまっている時代だと思うんですけど、そのような中で私たち選ばれて、それぞれの働きの現場に使わされて、やっぱり皆さんすごくお忙しい中でそれぞれ戦っておられると思うんですけど、イエス様は私はその土台そのものを勝ち取るためにあなたの羊飼いとして共にいるよっていうのが主の御言葉であると信じています。この6節にはですね、誠に命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいましょうと書かれています。イエス様ご自身が共にいてくださるときに、皆さんのそれぞれの生活のただ中に、職場のただ中に、また家庭のただ中に、また、学校であったり、それぞれの地域であったり、それぞれの歩みのただ中にイエス様ご自身が共にいてくださるときに、慈しみと恵みが私を追ってくるっていうのが主の祝福ですので、主に、それぞれ託された領域を勝ち取るために、それぞれの皆さんに託されている主の土台が勝ち取られるために、
励んでいただければと思ってます。今回ハワイ3島を巡らせていただいて、それぞれの島の土台が貸し取られるように、そんな思いで賛美してまいりました。そしてもうその島そのものが主を賛美するように、もうこのオアフ島の土台そのものが貸し取られて、オアフ島の全被造物が主を賛美するように、まあ、今までは偶像礼拝の中で本当に苦しんでたようなその島がイエス様を褒めたたえるという、そのことをですね、真っ先に主はなしてくださるのが、このハワイのこの地に大きなご計画とともに持っておられるんじゃないかと信じております。一言お祈りしていただいて、最後にもう一度主は私の羊飼い賛美したいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆をあがめて心から感謝します。こしてこの死の日、この聖なる日に、あなたをあがめ、あなたをたたえ賛美し礼拝するこの大きな恵みの中に私たちを入れてくださっていることを心から感謝します。主が私たちの羊飼いであり、私たち一人一人乏しく乏しいことなく歩ましていただいていることを本当に心から感謝しています。そしてあなたのご計画は、私たちが使わされているそれぞれの地域のそれぞれの場の土台を貸し取るほどの大きな戦いの勝利であることを信じて心から感謝します。そのために主は私たち一人一人の羊飼いとなって戦ってくださっていることを心から感謝します。主よ、今週もそれぞれの場所に私たち使わされます。そこにあなたが共にいてください。私たちの羊飼いとなって私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。この教会の羊飼い、私の羊飼い、そしてまた私たちの国の羊飼いであるイエス様、あなたの御名をあがめたたえ賛美します。あなたを礼拝します。尊き主イエスキリストの御名によってこの祈りを父なる神様の御前にお捧げいたします。アメン。イエス様に拍手の賛美をお捧げします。一度どうぞお立ち上がりください。最後にご一緒にこの歌を、口ずさんでいただければと思います。賛美しましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりへ。死の影の谷を行く時も主は共に歩まれる。敵の前で食事を整え、油を注がれる。まことに命の日の限り、慈しみと恵みとが私を覆ってくるでしょう。いつまでも主の家に、いつまでも住まいます。ご一緒にどうぞ。主は私の、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりへ。死の影の谷を行く時も主は共に歩まれる。敵の前で食事を整え、油を注がれる。まことに命の日の限り、慈しみと恵みとが私を覆ってくるでしょう。いつまでも主の家に、いつまでも住まいます。いつまでも主の家に、いつまでも主の家に、いつまでも住まいます。イエス様に拍手を持って全ての栄光を返します。どうぞお座りください。一つだけ最後にもう一つの絵をお見せして終わりにしたいと思います。この絵はですね、私が
結婚した時に引き出物で私の兄がグラフィックデザイナーで皆さんにお渡ししたものです。冬木先生の家のバスルームに飾られてますね。53枚刷ったんですけど、そのうちの50枚目が先生のところにありますけど、どうしてこれを渡したかっていうと、実は天皇ご夫妻にお渡ししたんですね。もう三十数年前の出来事ですけど、そしたら皇室から電話がありまして、あの絵とっても気に入ったので、ぜひ送ってくださいって言ってくださいました。そしてお送りしたんですね。それが三十数年前のことなんですけど、まあ、この今回主は私の羊飼いっていうこの御言葉が与えられて、すごく、まあ、このことを思い出して、あ、イエス様は日本の羊飼いだなってすごくもう一度覚えて感謝しました。ぜひ日本の土台が変わるようにもお祈りください。今年は天皇がですね、交代しますので、いろんな意味で大きな曲がり角に日本も来てますので、お祈りに覚えていただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。もう一度一緒に拍手の賛美をお捧げします。